皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士のホニです。本日はプロテインを過剰摂取するとどうなってしまうのかと正しい飲み方について詳しくお話しできたらなと思います。お客様からもよく質問でいただくことが多いんですけれども、どれぐらい飲んだらいいのかとか、取りすぎなんじゃないか、飲みすぎなんじゃないかっていうような心配をされている方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。栄養素の摂取の基準を決めている日本人の食事摂取基準、国が出している基準があるんですけれども、そちらにはタンパク質の上限値っていうものは設けられていません。なのでプロテインを飲みすぎることで起こる健康被害っていうものは基本的にはないと考えていただきたいなと思います。その上で、何でもそうなんですが、食べ物にしろ飲み物にしろ飲みすぎは良くないです。なのでプロテインもそれは同じで、一応にたくさん飲むとどういったことが起こるのかっていうところを今回3つに絞ったので、それをお話ししていきたいなと思います。まず1つ目に、筋タンパク質の合成には限界がある。ちょっと難しい言葉かなと思うので簡単にご説明すると、例えばプロテインを一度にたくさん摂ってもそれが全て筋肉の材料として使われるわけではありません。基本的には体の構成成分として大半は使われます。それでも余った分だけ筋肉の合成とか体のために使われるのではなくて、余ったタンパク質はアミノ基と炭素骨格というものに分解されて、アミノ基の方は体外に排出されます。炭素骨格として余った方はエネルギーだったり脂質とか糖に変換されて体に蓄えられるというような使い方を指しますので、たくさん摂ったからといって筋肉がつくっていうものではないっていうのがまず一つ。1日あたりにタンパク質どれぐらい摂ったらいいのかなって言いますと、運動習慣のない方でしたらご自身の体重 1kg あたり 1g ぐらい、体重 60kg の方だったら 60g ぐらいのタンパク質を意識していただきたいなと思います。日々ジムに通ったりとかトレーニングされている方、運動習慣のある方はご自身の体重かける 2g ぐらいのタンパク質を目安に摂るようにしてください。体重が 60kg の方だったら 120g ぐらいのタンパク質を摂るのが一番効率のいいタンパク質の摂取量になります。タンパク質っていうのは1回に吸収できる量には限りがあるので、これは個人差があるものなんですが、だいたい1回に消化吸収できるタンパク質の量は 20g 前後というふうに言われています。なので1回に摂るタンパク質の量を 20g ぐらいにしていただいて、摂取の回数を増やしていただく方が効率がいいというふうに考えています。2つ目なんですけれども、カロリーオーバーになって体重が増えるというのもプロテインをたくさん飲みすぎた時に起こる現象として挙げさせていただきました。タンパク質は糖質と同じで 1g あたり 4kcal のエネルギーがあります。食事の量もたくさん食べてプロテインもたくさん飲んでいたらプラスアルファでカロリーを摂ることになるので、体重の増加とかちょっと太ってしまうっていうことにつながります。余ったタンパク質の一部が脂質とか糖に変換されて体に蓄積されるんですけれども、タンパク質を一度にたくさん摂ってしまうことで体脂肪の増加っていうことにもつながりかねますので、過剰摂取すると起こることの一つとして挙げさせていただきました。で、3つ目なんですけれども、プロテインをたくさん飲むと腸内環境が悪化します。誰にでも起こり得ることなんですけども、プロテインって基本的には動物性のタンパク質を使っているものが多いです。動物性のタンパク質は腸内細菌の悪玉菌というものの餌になるので、タンパク質の摂取量が増えると腸内の環境が悪化していきます。なのでよく言われるのは便秘気味になったりだとか、お腹が張ったりだとか、逆にお腹が緩くなったりだとか、そういった現象が出ることがあります。これは急にタンパク質の摂取量がぐんと増えたことで腸内が対応しきれずに悪化しているケースが非常に多いです。これってずっと続くものではなくて、こう日常的にタンパク質の摂取量が増えていけば腸も対応していきますので、プロテインを飲んだ時にちょっと不快感があるなっていう方は1回量を半分にしてそれを2回飲むとか、そういった風に1回に飲む量を減らしてみてちょっとずつ慣らしていくのがいいかなと思います。腸内環境を整えるために食物繊維だったりとか乳酸菌とか多く含む食事を心がけて腸内環境を整えることにもしっかり意識して見ていただけると少しずつ良くなっていくんじゃないかなと思います。
ここまで、プロテインを過剰に摂った場合にどういったことが起こるのかっていう点でお話しさせていただきました。冒頭にもお話ししたようにタンパク質はこれ以上摂ってはいけないっていう、 こう基準値が設けられていない栄養素なので、例えばその1日10回とか20回とかガブ飲みしてしまったりだとか、こう遥かに超えて飲んだりとか、そういったことをしない限りは健康被害が出てしまうようなサプリメントではありません。なので基本的にはプラの食事にプラスアルファで安心してお飲みいただきたいなと思います。ご自身に必要なタンパク質の量を意識しながら足りない部分を補うイメージでプロテインをうまく活用していただきたいなと思います。この動画が少しでも参考になれば嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。